ソリティアの番。ペグの代わりにボールが置かれている。ペグソリテールとは、番上のペグを一定のルールに従って取り除いていく、パズルの名称である。ペグソリティア。ペグの代わりにボールを使うこともあり、ボールソリティアと呼ばれる。ソリティアには、イギリス式、フランス式の2種類の番が存在する。いずれの場合にも、番の空晶を1箇所残して、他の場所全てにコマを置く。 この遊びは17世紀のフランスではすでに盛んに遊ばれていた。その後、イギリスでも盛んに遊ばれるようになった。日本では1907年に出版された書物世界遊戯法大全で紹介されている。そこでは一人遊びと和訳とアルファベット表記を同時に載せるかのように紹介している。この遊戯は1700年ごろ盛んに、 フランスで行われていたもので、バスチルの監獄の囚人が、獄中の召喚具として工夫したとも言い,い、米国に行った仏人が、インド人の矢箱の矢を立てる穴から考えついたとも言うが、ドイツの数学体からイブリッツは大変これをついて、思考能力要請の甲斐のある有益な遊戯だと言うた。世界遊戯法大全には、遊びの紹介だけでなく遊びの解読法も一緒に紹介している。 ありがとうございます。